NPO 法人札幌カラス研究会中村です。えっと、写真展、無事終わ、終わりました。えっと、たくさんの方に来ていただいて、本当に楽しい時間を過ごすことができました。ね、私がそのね、えっと、室内にずっといるなんて、すごいことなんですけども、えっと、こういうことだったら、まあ、 何年かに一回はいいかななんて思いました。それでですね、えっ、ー、と、今回写真展で、えっ、ー、と、私の友人のね、アーティストが描いてくれたトートバッグを発売しました。で、えっ、ー、と、再編好評でほとんどが売れてしまったんですが、えっ、ー、と、4点、えっ、ー、と、なんと4点だけですね、えっ、ー、と、今私の手元にあります。で、これをですね、あの、どう販売しようかって非常に悩みました。 ね個別にツイッターに載せてもね、その早いもの順だってわかんないので、 で、えっ、ー、と、実は私は、あの、まあ、あまりご存知の方いないと思うんですけども、えっ、ー、と、以前に友人が台湾マスクっていうね、あの、マスクのお店やっていて、私そこをちょっと手伝っていて、で、そこのカテゴリーの中にですね、カラスのお店といって、まあ、私のポストカードなんかを販売しているページがあります。今、えっ、ー、と、もうマスクの販売終了しているので、台湾マスクショップの名前なん、あの、URL はそのま,まなんですけども、えっ、ー、と、カラスのお店という名前でタイトルは変えて、 そのままお店使ってます。で、その中にですね、今回そのトートバッグ4点を、えっ、ー、と、アップしております。で、販売がですね、えっ、ー、と、2020年の10月19日月曜日の 午前10時開始の予定で、えっ、ー、と、先ほどいじりました。<laughs> まだちょっとですね、ホームページ開いてもですね、えっ、ー、と、商品とか全く出てこないんですけども、えっ、ー、と、反映されたら出てくると思います。それで、えっ、ー、と、本当に4点しかないので、申し訳ないですが、本当に早いもの順でですね、クリック。 した方の勝ちなので、もうそれで一点ものなのでその商品終わってしまいます。なのでまあどうかお早めにえっ、ー、とこの機会にですねオリジナルとっても可愛いのでぜひご購入いただければなと思っております。でえっ、ー、とえっ、ー、とですねえっ、ー、とホームページえっ、ー、とそのお店のショップなんですけどもあのー、えっ、ー、と。 カテゴリー、えっと、あ、ごめんなさい、えっと、私のツイッターやフェイスブックページなどから、えっと、リンクしていただくのが一番簡単かなと思いますので、えっと、そちらの方に飛んでいただけると、えっと、販売しますよっていう、えっと、投稿がありますので、そこから、えっと、友人のショップの方へ飛んでいただければなと思います。あそんなわけでした。で、えっと、ぜひぜひ4点しかありませんので、お早めにお願いいたします。